手島虎尾から1985年は日本の農学者、農学博士、北海道大学名誉教授、北西学園大学所大学長。専門は作物学。特にジャガイモの栽培研究や水稲、麦類の栽培学を研究。北海道札幌市出身。1916年、東北帝国大学農科大学卒。 高知県農事試験場長や、鳥取高等農林学校教授を経て、1932年、北海道帝国大学農学部教授、1942年度農学部附属農場長、1954年北海道大学定年大館、同名誉教授、北西学園女子短期大学英文化教授、1960年、北西学園女子短期大学学,学長、 1962年、北星学園大学所大学長に就任。1964年同学長退任。1971年、北星学園大学退職。1974年に、北星学園女子短期大学より名誉教授を授与された。1932年、北海道帝国大学より、農学博士。大は、オクラ、黄色期の主観雑誌に、 周期で実験遺伝学的波に細胞学的研究。兄に家畜栄養学者の高橋久志。北海道人物、人材情報リスト2004かマイナスと博士論文書誌データベース。ありがとうございます。